皆さんこんにちは。今回はほうれん草チーズパンを作ります。まずはいつも通り生地練りから始めます。今回の生地の硬さは普通くらい。練り時間は9分ほどかかりました。生地が練り上がったら1次発酵です。30度で65分発酵させてください。1次発酵中にチーズをカットしておきます。お好みですが5ミリから8ミリほどにカットしてください。一次発酵が終わったらガス抜きをして10分割に切り分けます。切り分けたら丸め直してベンチタイムです。10分ほど休ませてください。ベンチタイムが終わったら生地の成形です。生地を広げ底へチーズを入れて丸め直してください。終わったらカップに入れて二次発酵です。30度で45分発酵させてください。二次発酵が終わったらハサミで切り込みを入れて焼成です。190度で14分焼いたら完成です。